九州の高千穂の峰の間に日本列島の一つの、ね、筋を通しなさいというそういう地上書記があるんですよ、ね、それが元になってそこからね何本も枝線が出ていくと、でそれがねそう要は日本列島の全体ので結界になってくるというねそういう意味合いで、そこにこの本人が最初に富士山に行った時あの雲がブワーッと入って富士山が出てくるとかそういうことがあって、その時出てくるんですよそういう内容の児童書記が。で富士山と九州高千穂はこう生まれたところですよね元のね故郷で、そこから日本人をね表向きは例えば朝起き会とかで講師として呼ばれるとかで日本中に行かれてたんですよ明治初期で、そこ行くたびに、まあ、いろんな場所行くと公園だけじゃなくてその地元のねあの人が名所があるからここ来てください温泉とかね山とかいろんなとこ行ってたんです。でその度行くごとに、まあ、1人だったりとかこっちの11人近いから何人かとかね何人かで行ってたんですよ。で行く場所に日本地図で印入れてたんですよ。でそれがね50何箇所まで行ったんだね。で平成ね15、6年頃にまでにいつも今回11日に行くと今日本のどこそこ行きましたって毎回行ってたんですよ。でこんなことがあったとかね、まあ現象的なそう雲がバーッと晴れるとかそういうのを一緒に来た人が話しシェアしたりとかそういうことずっとやってたんですよ。それがね最後にね大山鳥取県の大山と大きい山があるんですけど、そこに近くに呼ばれてって大山に行ったんです。で大山に行ってた時にこうインスピレーションが本人があってそれをね翌月の11時間に喋ったんですけど、自分は今まで50何か所日本全国回ってきたって、それはこうただ表向きはその公園で回ってたんだけど裏の意味があって、それは日本のねあの日本列島を守るために結界何しろ針でこう針治療でね経絡に針を打つみたいにするな意味合いがあったんです。それで神杖って言葉があるんですよ。この先生自体はその神の杖になって日本中の壺の場所に行って立つと、それあの古い言葉ではねあの国火っていうんですけど、あの立つことによってそこにね経絡に針が刺さるみたいになって、あの要は活性化されていくんですよ、ね、最後の場所はねあの法起大山って場所で、大山にとってここは最後だっていうねインスピレーションがあったんですって。で今回で最後になりましたってみんなの前で言ったんですよ。でそのね大山ってどういう意味かというと、あの出口鬼三郎が霊界物語ってねずっと長いねあの81巻も残してるんだけど、最後はその未完になってるんですね。で表向きはその大元弾圧事件っていうのがあって未完になって、実はそうじゃなくて神話のね鬼三郎が動くことがやっぱ同じような感じで日本全国回ってたのが、その場所場所でね国見ってことをやっぱしてたんですよ。同じことをしてたんです。で鬼三郎の中ではその最後の場所っていうのはそのスサノオノミコトの働きで、その大山がねヤマトノオロチ退治をした後での場所になってるんですよ。としては言われてるんだけど実際にはなってない、実際にはやらないで亡くなってる場所なんですよ。だからそこね大山っていうのはすごくね重要な場所とは言われてるけど、あのまだ宙に浮いた存在でもあるんですよね。何がどうなってるかっていうのはその続きの指示がなかった未だに。なのでその話をと佐古先生があの法起大山に行って今日が最後だったって非常にね重要な意味合いがねリンクしてるんですよ実は。でそれだけじゃなくてそのねスサノオとヤマトノオロチの話、ヤマトノオロチっていうのがあのねまあ要はロシアのことなのね、ウラルのことなの。スサノオがあの鬼三郎なんですよ。でヤマトノオロチはあの地球の中でいうとロシアなんですよ。でロシアに出現した悪霊がヤマトノオロチになったって示されてる今、うん、だからそれが今出てきた。で七五神事なんかはその後の戦時中の神事なんだけど、北から攻めてくるって書いてあってね。かあ、そうだね。そう、北から攻めてくるって、北から攻めてくる時はその最後の時だとね、あの言われてるんですよ。で、まあ同じ時代の戦争中には日本とソビエトって不可侵条約してたから、一種あの敵にはならないという前提でアメリカとかと戦争したわけですね。で最後ね途中まではだってソ連にあの停戦交渉を頼もうかって日本の首脳は本気で思ってたぐらいだから。でそれが最後のどんでん返しでソ連が攻めてきたわけですね。
明、まあ、あの天明さんの周りの中でやっぱソ連が攻めてくるっていうのはね、そう分かってて、当時満州はあの直接の戦場になってなかったから、日本の本土があの戦時体制とか空襲になった時も平和だったんですよ満州って。だから20年の5月まで満州移民満州にから引き上げてきた人なんかはあのほとんど、まあ、向こうの方が有望だから財産とか残してたんだけど、全部はやっぱり信者を見てね、大変なことになるってね、処分したんだよ。でやっぱその通りになって全部逃げてきたから、あの ひどい目に遭わないで済んだ人もいたんです。北から攻めてくるっていうのも、まあ、米ソ冷戦の時はね、ソ連が攻めてくるとかね、一部霊能者がそんなことを言う人もいたりしたんだけど、まさかそのソ連が崩壊してね、まさかこんなことになるとは思わなかったわけだから、ね、まあ、一応自由主義陣営になってたからね。だからもう北朝鮮っていうのは非常に危険な国家だと思ったけど、ロシアがこの数ヶ月でこんなになって、まあでも今から見たら兆候はね、何年も前からあったんだけど、みんな見逃してたんですよね。でウクライナの今の状況を見てると、あのまあ失語信者はその世界が自由が攻めてくるとか北から攻めてくるって言葉が、失語信者は日本が舞台になってるんだけど、それ雛形っていう考え方で見るとウクライナを雛形にして再現されてるんですよ。それが雛形ね。よそに合われない、よその国の話じゃない。あの原型的なあの北から攻めてくっても元の言葉はあの旧約聖書にあってね、そこから失語信者も実は引用してるんですよ。で旧約聖書のでもあのイスラエルを中心に見てきたっていうのは今のロシアあたりを北として、そこからあのイスラエルに攻めてくるっていうのはそのエゼキエル書とかの予言になってる。それが今ロシア対ウクライナでね、で今あのユダヤ系でしょ大統領、だからそれ代理戦争なんですよ。面白い。これはだからあくまで雛形で写した形だから、必ずこれ日本に戻ってくるよね、必ず。先生がそうならないようにこの人はね、30年前にこの岡田が日本中を回ってね、過密営っていうのをやってたんだけど、まあ、日本はねそれいろいろなあの、ね、予断を許さない状況ですよね。それで、ああ次のっていう感じで6月の公演ご期待ください。面白くなりそうですな。